どうも、林切りザメサメ社会学者リッキーです。このチャンネルでは、サメとか海の生き物の生態以外にも、生き物好き、そして自然環境に興味のある方であれば、ぜひ知っていただきたい環境イシューの解説もしてきたんですが、今回はその中でも非常に反響が大きかった外来種問題を再度取り上げたいと思います。以前、侵略的外来種として猫を紹介したんですけれども、今回はもっと外来種のイメージが世間的にも強い生物、ブラックバスを取り上げます。外来魚の代名詞とも言うべき存在でありながら、いまだにバサーと呼ばれる釣り愛好家に愛されるこの生物は、果たしてどんな生態で一体何が問題なのか、今回は議論の絶えない侵略的外来種ブラックバスを紹介していきます。ブラックバスとはどんな魚なのか、バス問題に触れる前にまずは簡単におさらいをしておきましょう。そもそもブラックバスというのは総称であり、一つの種を指す言葉ではありません。ブラックバスはスズキ目サンフィッシュ科に分類される淡水魚のうち、大口バスをはじめとする複数の魚を表します。このうち日本で問題になっているのは大口バス、小口バスなどになります。これらの魚は北米原産で、もともとは日本に生息していなかったのですが、1925年に食用の魚として持ち込まれました。赤星哲馬という方が神奈川県の芦ノ湖にバスを放流したのが最初です。その後、食用魚として定着することはなかったのですが、ルアーフィッシングの対象として非常に人気の高い魚になり、1970年代頃から急速に分布域を拡大していきます。最初に定着したのは大口バスだけで、当初は限られた都道府県にだけ放流されていたんですが、90年代頃にはフロリダバスや小口バスまで確認され、今や日本全国の淡水域までブラックバスは拡大してしまいました。僕が外来種問題を解説するときにいつも言ってるんですが、外来種だから悪者扱いしてるとかではないということです。ブラックバスがここまで問題になっているのは、侵略的外来種としてそれ相応の悪影響があるからです。ブラックバスの一番の問題点は在来種の捕食です。食欲旺盛な彼らは小魚、甲殻類、カエル、イモリ、昆虫など口に入るありとあらゆる生物を襲うので、放たれた環境のさまざまな在来種が犠牲になります。現にモロコやモツゴの仲間、ワカサギなどが激減してしまった事例が数多く報告されています。さらに琵琶湖ではブラックバス移入後の調査によって生存が確認できなかった、つまりその場所では絶滅してしまったとおぼしき魚もいます。こうした影響は内水面漁業、つまり湖や川で行われる漁業活動の損害にもつながっています。もちろんこうした生物の減少あるいは絶滅には、人間が行ってきた開発、そして他の外来種も影響していると思われるので、ブラックバスが 100% 全ての原因と言い切ることはできません。しかしブラックバスの移入以外の変化がほとんど見られないため池で、モツゴの仲間が急速に減ってしまったり、在来種の数が激減してしまった場所でも、ブラックバスが侵入していないところでは在来種が生き残っていたりします。もちろんブラックバスの胃の内容物を確認した調査でも、ブラックバスが大量の在来種を食べてしまっていることは確認されています。ブラックバスが日本の生態系に対してかなり大きな影響力を持つことは間違いありません。生物というのはそれぞれの環境で他の生物と関わりながら、長い歴史をかけて多様な進化を遂げてきました。そしてその地域の人々はそうした生物たちとさまざまな形で関わって、長い期間をかけて文化を発展させてきました。直接僕たちが関わりを普段感じていない生物でも、やはり僕たちの社会を支えてくれていますし、そうした多様な生物の研究が僕たち人類の発展や進歩につながることもあります。日本の淡水生物についてすごく珍しいとか貴重だっていう意識を持っている人はあまりいないかもしれませんが、失われたら戻ってこないという点では、アマゾンの熱帯雨林の希少生物たちと全く同じように価値があるものです。そして日本の田園風景や昔話、童謡、川魚料理などの文化は、こうした生物多様性なくしては語ることができません。ブラックバスのような侵略的外来種は、そうした生物学的、文化的に守るべきものを破壊してしまう威力を持っているんです。また、ブラックバスは1000から10万以上の卵を産み、親が巣を作ってその卵を守るという習性があります。おまけに30から60センチと日本に住む淡水魚の中では大型になるので、成魚になればほとんど天敵はいません。
つまり一度繁殖を許してしまうととんでもない数に増えてしまう危険があるんです。というよりもすでに日本全国でとんでもない数に増えてしまっています。こうして日本の生態系に深刻な悪影響を及ぼすブラックバスは特定外来生物に指定されています。つまり許可のない生きたままの運搬、飼育、売買などは禁止されていて、違反すれば刑事罰の対象になります。さらにブラックバスについては外来生物法とは別に釣り上げたブラックバスのリリースを禁止する条例やルールが定められていることがあります。ブラックバス自体に罪はないですし、よく見たらめちゃくちゃかっこいい魚っていうのも事実なんですが、彼らは日本の自然環境にいてはいけない魚です。日本の生態系を守るために彼らを駆除しなければならないんです。こうしたブラックバス自体が引き起こす問題も厄介ですが、さらに事態をややこしくしているのがブラックバスを擁護して対策を妨害する人々です。ブラックバスはルアーフィッシングの対象として非常に人気な魚であるため、バス釣りを楽しみたいバサーと呼ばれる人々、そして彼らに物やサービスを売って儲けたい企業や団体がブラックバスの駆除や規制に対して猛烈に反発してくることがあります。一個人がツイッターでぼやくくらいであればどんな環境問題でも起こるんですけれども、バス問題に関しては実名と顔をさらしている界隈の有名人、釣り関連企業の公式アカウントが堂々と反対意見を述べています。さらに釣り関連の財団法人がバスのリリース禁止措置に対して反対の意見書を出す、バスの釣り場を規制されないように署名活動が行われるなど組織的に抵抗してくることがあります。ブラックバスが特定外来生物に指定される際も他の外来種に比べて数多くの反対意見が寄せられました。後でまた紹介しますが、ブラックバス擁護論のほとんどは論点のすり替え、事実のねじ曲げ、単なる感情論、生物多様性保全の軽視から来る非常にお粗末なものばかりです。そしてバサーの中にはこの問題を重く捉えて保全活動に協力してくれる人たちもいます。しかしそれなりの人数と金を持って抵抗してくるので、バス業界が厄介な存在であることは間違いないです。さらに反対意見を言うだけならともかく明らかな妨害活動をしてくることがあります。それが密放流と呼ばれる行為です。バスが釣れる環境を戻したい、あるいは保全活動に嫌がらせをしたいという目的からブラックバスを違法に放流するとんでもない連中がいるんです。つい最近話題になった事例があります。今年2021年6月、宮城県伊豆沼、内沼付近のため池で確認されたブラックバスについてニュースが報じられました。この場所というのが、一度ブラックバスを駆除して絶滅危惧種であるゼニタナゴの復活も確認された池でした。にもかかわらず、2019年に存在を確認できなかったブラックバスが2020年に7000匹もいることが確認されました。駆除方法や増え方からして前回取り残したブラックバスが繁殖したという可能性は低く、当然ブラックバスは陸を移動することができません。乾燥や消化液などに特別耐性を持つわけでもない彼らの卵が水鳥などによって運ばれたことも考えづらく、人為的に放流された可能性が高いというわけです。密放流自体がそもそも人目を忍んで行われるのでなかなか捕まらないことも多いみたいですが、実際に逮捕者が出たケースもあります。なんかこれについては密放流っていうなんか特別な行為を指すような言葉ができてしまっているんですが、特定外来生物は放流はおろか生きたままの運搬自体が違法なので単なる犯罪です。バス釣りを楽しみたい、あるいは儲けたい、あるいはそれ以前に他人に嫌がらせをしたいという自分勝手な都合で侵略的外来種を野に放つ環境破壊的反社会的な頭の悪い犯罪者です。この他にもブラックバスのリリース禁止と書かれた看板を持ち去ったりとか、バスのリリース禁止とされている場所でバスをリリースしたりとか、もうやってることはね、ダッサいチンピラレベルなんですけども、実際に彼らの活動によって保全の努力がぶち壊しにされることがあるので、ことは深刻です。侵略的外来種が日本中に広まって在来種を捕食しているというだけでなく、ブラックバスがいることによって恩恵を受ける業界が存在し、さらにその恩恵を維持するために駆除に反対し犯罪行為まで行われている。これがブラックバス問題です。ブラックバスの放流が違法だということを話しましたが、ここで重要なのは違法だからダメというところだけを強調しすぎない方がいいということです。
なぜなら犯罪であろうがなかろうが侵略的外来種を野に放つというのは絶対にやってはいけない行為だからです。日本は順法意識が強いというか、ルールから逸脱した人を批判しようという意識が強いので、犯罪であることを強調すればバスの放流が悪いことだっていうのは理解されやすいと思います。またバス業界は反社会的な行為の上に成り立っているというイメージ、まあイメージというか事実なんですけれども、とにかくそういうところを押し出していくっていうのはこの問題に対処する上での武器の一つになるかもしれません。しかし、なぜ放流がダメなのか、何を守るための禁止措置なのか、こうしたことをちゃんと答えられないまま批判ばかりしていると、バス擁護派に論破されてしまいますし、知識とか関心がない人たちから見ると、なんか僕たちがいじめっ子みたいに見られてしまいます。例えば2021年7月現在、アメリカザリガニ、そしてミシシッピアカミミガメ、いわゆるミドリガメは特定外来生物ではなく、これらの外来種を放流する行為はブラックバスと同じようには裁けません。また猫を外に放置するような飼育方法も現状法的には許されています。しかしこれらの生物は法律上の扱いがブラックバスと異なるというだけで、同じように生態系に重大な影響をもたらす侵略的外来種です。日本に生息する貴重な在来生物が彼らの被害を受けています。少しきつい例えかもしれませんが、ブラックバスの放流を人殺しに例えるのであれば、ミドリガメの放流や猫の外飼育はいじめによって自殺に追い込む行為です。後者を殺人罪で起訴するのは難しいかもしれませんが、やっていることの悪質さは同等です。これと同じようにバスであろうが猫だろうが侵略的外来種を野に放たないといけないような趣味や産業というのはぶっ潰れて叱るべきなんです。バス問題についてもしあなたが発信をする際は、違法だからというだけでなく、なぜ違法なのか、この辺の背景も含めて発信するようにお願いします。こんな実情で生態系の一部なんて言えるのは、生態学について根本的に勉強が足りないか、単なる嘘つきです。15年以上期間があった中で何を考えて何をやってきたんでしょうか。外来種自体に罪も悪気もないというのは確かですが、人間が起こした環境問題として僕たちが対処する必要があるんです。